はい、今日は秘境にやってきました。相変わらずね、タナゴの稚魚がいっぱいいますね。その下にね、今ねでっかいマブナがいました。あともう草ぼうぼうで蚊がすごい、蚊に食われちゃうな。まあいろんな魚が釣れるんですけどね、今日はちょっと短い竿で、ほらほらほら、まぶたか鯉だかね、行ったり来たりしてますね。まず小さいものからね、ちょっとやってみようかな。短時間です。時間は、4時48分。すごい、私が汗かいてるからもうね、蚊の音がすごい、やばい。できるかな。はい、もうね、やる前からかゆい。ジーパンに、もう蚊がね、ジーパンの上から蚊刺すのね、もうすごい、食われまくっちゃった。いや、いろんなところかゆくなって、ちょっとこの後買い物行こうと思ったけど、大丈夫かな。まあね、時間もないので、やっていこう。5時ですね。4時55分。いつもの、最近使ってるね、自作の、ニシキアナゴちゃんと、くの市の針をね、自分で巻いたやつです。餌は、グルテン1。これでまず小物の調査だね。ちょっと大きいのもいるからね。でも今日はこの時間ですけど、まだキラキラしてますね。汗かきには危険な場所だわ。もう草が生い茂っちゃって、やぶさがすごい。ほら、見る限りね、これ全部タナゴですわ。グルテン1に来るかな。うわ、下にフナもいるね。うわ、でかいの出てきた。やばいやばいやばい、あれには勝てない。土管から出たり入ったりしてる。おっと、反応悪いね。さあ、一頭目は何が来るかな。よいしょ、来た。あー、来たと思ったら、やっぱこいつだね。下には口房そう、ん？どっちだ？タモロコだね。やぶっか。ここのタマロコは用水路のと違って、ちょっとやっぱなんだろう、警戒心が強いっていうか、送ってこないね。そう簡単には釣らしてくれない。あと私のスマホに蚊がすごい、ヤブ蚊がかかってんだけど、それがもう嫌だ、しょうがない。元気に、タマロコ、タマロコ。はい、次はね、ちょっと竿を長くしました。仕掛けは短いんだけど、ちょっとね、体勢が辛いんで、長めに取って、もうちょっと沖に落としてみますね。沖から近場狙って、ちょっと、大きいやつを狙おうかな。よし、私ももうちょっと前に。うわ、なんかでかいな。重いぞ。ん？おっと、来た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 。ほら、やっぱり。
ほら、かかんないと思った。及川だ。ほら、ここはね、唯一及川が釣れるんですね。大きさはそんなんでもないけどね。お前か、重いと思ったよ。この流れの速いところには、及川がまあまあいるんですよね。だから本当は赤虫とかの水の方が有効かもしれないね。よし、入った。わお。タナゴだった。でかっ。今のビタ落ちちゃったよ。でっか、こんなでかかったのに。そう、大きいタナゴだったのに落としちゃった。いやー、もったいない。食べ、アモロコ。いや、うわ、低く、あ、ちっちっちっち、低くね、低くけどちっ、あ、ちびおい、ちびおいたわ。プライベート感あってのんびりできるかと思ったけど、蚊がさっきから言ってますけど、蚊の猛攻撃に遭ってます。背中を刺されたらしく、すんごく痒いです。いい顔。嘘でしょ、嘘でしょ。誰、おいか、小指しかない。はい、よいしょ、さて、はい、おいか、あ、よいしょ、あ、だめだ、こんにちは。最後来ました、及川。よいしょ。6時1分。いやー、もう終わりでしょう。そろそろね、バスのあれも当たりも出てきたし、小魚が食べられちゃうので、あー、かゆっ。はい、じゃあ本日の釣果、短時間でしたけど8匹。ほぼ及川でしたね。肩は大きくないけど、婚姻色は釣れなかったね。よいしょ。こんな感じです。いいかなぁ。おい。及川さん。今日はそんなに暑くなかったからね。あと、ブクブクも用意したから、生きててくれましたね。こんな感じです。
です。